ベルナール・ルネジュール・ダン・ドローネー、1740年から1789年は、フランス王国の公爵。パリのバスティーユ牢国司令官を務め、1789年7月14日のバスティーユ襲撃においては守備隊の指揮官であり、群衆に虐殺された。ドローネーは、1740年4月8日から9日に、かけての夜、チチルネジュール・ダン・ドローネーが、 司令官を務めるバスティーユ牢獄で生まれた。8歳の時、国王護衛銃主体の名誉職を拝命。その後、平時はパリに常駐する連隊であるフランスへ兵隊ガーダ・フランセーズに入隊した。1776年、ドローネーはバスティーユ要塞司令官の地位をジュミアック港から継承した。アンシャンデジームの上流階級の多くがそうしたように、 バスティーユ・牢獄司令官の職を投資として、前任者から買い取ったのである。1778年12月19日に、ルイ16世の娘誕生の祝報を打ち損じた、ことを除いては、彼は13年間をこの職で平穏に過ごしていた。1785年8月、バスティーユ・牢獄は、首飾り事件の主要人物である、ルイルネード・アールド・ロアン・ゲメネとジャンヌ・ドラモット・バロアを、 収容した。特に後者は取り扱いが難しい囚人であったが、ドローネーは両者に礼儀正しく振る舞った。1777年までは、ノルマンディ地方ブルトニエールの封建領主であった。バスティーユ牢獄国に隣接するサンタントワーヌ通りの家屋を所有し、沈貸ししていた。ドローネーの配下である常設のバスティーユ牢獄国守備隊は、 正規軍の要件に満たない約80人の、正位軍人で構成されていた。バスティーユ襲撃の2日前となる7月12日、守備隊は30人のスイス傭兵によって増強された。バスティーユ襲撃で連れ出されるドローネを描いた、に、パリ市庁舎まで連行されるはずであったが、その途上で激怒した群衆によって、ナイフ、剣、銃剣で繰り返し暴行され一度発砲を受け、 最終的に殺害された。伝えられるところによると、ドローネーが絶命したのは、視聴者近くで虐待を受けて、自暴自棄になったドローネーが、もうたくさんだ。殺してくれ。と叫んだところ、デノという失業中の料理人に股間を蹴り上げられた時だったという。ドローネーの頭部は殺害後に、肉屋のジューブジュール弾によって切断された。頭部は、 槍の先に掲げられて、数時間にわたって通りを練り歩かれた後で、翌日、セーヌ川に投げ込まれた。バスティーユの守備隊のうち、士官3人と子さんの軍人2人も、死刑を受け、スイス人、傭兵2人が行方不明となった。しかし、守備隊の大多数は、攻撃に参加していたフランスへ兵らによって、群衆から守られ、最終的に解放された。 歴史作家のサイモン・シャーマは、前任者よりも、囚人を人道的に取り扱っていたドローネーについて、気難しいところがあったとしても、なかなか良心的であったとしている。7月14日の直前に、バスチーロ牢国から別の刑務所に移送されたマルキド、サドは、ドローネーを、祖父が使用人の、いわゆる公尺と呼んだ。ドローネーを支援するため派遣された。 スイス人洋兵を指揮していたド・フリュー注意は、バスティーユ襲撃までに露呈したとするドローネーの軍事的才能のなさと経験不足や優柔不断さについて批判している。残された連隊の日誌に復写されていたド・フリュー注意のこの報告は、上級将校による王室軍の結集の失敗やパリ周辺の状況についてどうすることもできない立場に置かれていたドローネーに、 大して公平なものではなかった。とはいえ、1789年の騒動の沈静化についての攻めを追っていた軍事大臣第2代ブロイ公爵も7月5日にバスティーユに関する懸念の2つの要因あり、すなわち司令官とその守備隊の実態であると書き残しているドローネーは2人の妻と3人の娘を設けている。ドローネーの兄弟の子孫の一部は ロシアに定住した。ドローネの殺害は、チャールズ・ディケンズの二戸物語、第2巻、第21章や、ヒラリー・マンテルの A プレイス・オブ・グレーター・セーフティーでも、描写されている。ありがとうございます。